ているのか。まあ、普段はダンスパフォーマンス2時間するライブとかしてるんで、結構自信はあるんですよ。EXILE のパフォーマー鉄也、ライブで鍛えたアスリート並みのスタミナを武器に逃げ切りを目指す。でもこの逃げる緊張感でもう疲れてますね。小学校中学校サッカーやってたんですよね。だから足の速さは自信あるんですけど。同じくEXILEのパフォーマーとして活躍する佐藤大樹、スピードにはかなり自信があるようだ。140分あるからな、体力温存しないと。いやでもそっち来てるかもしれない。そうですよ、4時間スペシャルですよ今回。やめた。佐藤が見つかった。自慢の瞬発力でハンターの視界から消えた。すぐいます、すぐいます。あっねえ、あっねえ。やっぱこう視界から外れるのが大事ですね。追いかけられてる、やば。